はい、どうも、白コリです。コンコリー。Yes, you are Grace。続きを遊んでいきます。はい、前回1周目が終わりましてね。すべてのアップグレード、食料貯蔵庫を修理する、市場を修理する、劇場を修理するを選択して、この状態で2周目に行きたいと思います。グレブの2周目。はい、今日もたくさんの請願者たちが揃っています。娘ちゃんもいますね。あ、将軍のことは魔物が出現するっていうところに派遣したんでしたね。陛下、怪物がいた痕跡はありませんでした。え、そうなの？しかし蛮族に遭遇しました。奴らは村を荒らしていました。髪が赤くて歯が鋭い。ラドビアの紋章？本や古い記録上のみの存在だと思っていました。だが実際に目の前にいるな。教えてくれ。あ、この人？お前はどこから来たんだ？ラドビアから来たというのは本当なのか？そうだ、ラドビアは俺の母国だ。もう少しでここもラドビアに占領されるだろうな。マジ攻めてくる？お前はなぜここに来たんだ？お前たちは村の近くで何をしていたんだ？ただ仕事をしていただけだ。略奪とも言うが、俺から言わせてみれば大変な仕事でもある。マジか、嫌なところに目をつけられちゃいましたね。お前の王は誰だ？お前たちに王はいるのか？それともただの盗賊集団なのか？我々は誰にも仕えていない。殿方や王にも屈服しない。母国からこんな離れた場所でそのようなことを言うとはなかなか図太いやつです。母国からだいぶ離れてるんだ。へー、なんでそんな遠出しに来たんだ？図太いですが同時に間抜けです。もういい。陛下、このような蛮族を王国にいさせてはいけません。すでに罪のない国民たちを殺しているんです。いち早く対処しなくてはいけません。彼を処刑しろ、牢獄に入れろ。もうこいつ一人を処刑してもしょうがないから、一旦牢獄に入れてもうちょっと情報を聞き出したりした方がいいんじゃないかな。牢獄に入れろ。牢獄の中でお前は死ぬんだ。逃がさないくせして殺す勇気がないのか？俺の兄弟もお前の臆病さには笑うだろうな。オーレリアとこのことについては話さなくては。まあでも牢獄に入れておけばいつでも殺せますしね。オードリー、お前はどう思う？ここにラドビア人ですか？どうやって山を抜けたんでしょうか？それになぜ戦争を？質問は多くあるが必要なのは答えだ。失礼陛下、ただ不思議で古い条約を見返す時が来たかもしれません。古い友人に話し、手伝ってもらえる人を探すといいでしょう。今ある資材ですと確実に戦争には勝てません。私はいろいろと準備をしておきます。あ、ラドビアが相手の戦争になるかもしれないってこと？オードリーがいなくなっちゃった。心細い。銀行員、フロレンティニ銀行の代表として参りました。陛下、国の資金の状況があまり良くないと聞きました。そうです、ご安心を。手助けに参りました。怪しい。どうやって利用するのか教えてくれないか？王の業務が大変なのは理解しています。できる限り手助けさせていただきたいです。資源や金が必要になった時に手早く簡単に銀行から借り入れることができます。私たち独自のパッケージならば金もしくは資源を50貸し出せます。銀行はローンごとに金 10G または資源 10S の利息を追加させていただきます。すべてを払い終えるまで毎週 10G もしくは 10S ずつ払っていただきます。陛下、それ以外で追加料金を請求することはありません。あともう一つだけ、ローンは2つ同時に組むことはできません。例として過去に金を借りていたらその返済が終わるまで資源の貸し出しはできません。その逆も同じです。そして覚えておいてください、初めてのローンは無利息です。
マジ？利息は特にありません。マジか、ここは借りるか。借りた方がいいよね、今 5G しかないし。金を借りたい。金 50G を5週間分割払いで貸し出せます。覚えておいてください。初めてのローンは無利息です。もらっておく。完璧です。他には何かありますか、陛下。まあ、大丈夫、以上だ。フロレンティニ銀行はいつでもお待ちしております。どこで金がないって聞いてきたんだよ。うさんくさいけど助かるっちゃ助かるわ。ロスリア、お父様、お知らせがあります。昨夜アサリアが城を抜け出しました。え、マジ？彼女が自分の部屋に戻るところを見かけたんです。ものすごく笑っていました。多分酔っ払っていたのでしょう。アサリアは彼女がどこに行ったのか言いませんでしたが、頭が悪いセダニが次の朝私に全て教えてくれました。あの二人はよく一緒におしゃべりをしています。私が気づいていないとでも思っているのでしょうか。頭が悪い、自分の妹のことを悪く言うんじゃない。お前はどうしてしまったんだろう、スリア。アサリアが城を抜け出して遊びに行ったのに、なんで私が悪者扱いなの？アサリアにはこのことについて確認してくる。娘が3人もいると大変だな。難しいね。農民。陛下、私の愛しい息子がどこにも見当たりません。頭はそれほど良くない子なのですが、それでも私の子です。息子を探す手助けをしていただけないでしょうか、陛下。お金を渡すか、将軍が息子を探す。2週間いなくなっちゃう。でも、金を渡すのもなんか違くない？探してあげるのが一番ですよね。いやー、でも、そのために将軍を2週間も城からいなくさせるの？いや、でもここで金渡してもなんか金で解決するのかっていうことになりそうな気がするんだけど。いやー、でもなー、だって日常的にモンスターとか蛮族とかに人が殺されてるような世界でしょ？そこで息子がいない、見つけてくれ。これはね、ここじゃなくてなんかもうちょっと別のなんかもうちょっと別のなんか依頼できるようなところないのかね、ないのかな。いやー、ちょっと将軍2週間いないのはね、まあ、でも将軍使わなきゃもったいないっていうのはあるんだけど、ちょっと今厳しいな。すまないが助けることはできない。村の人に頼みなさい。そう、できれば村で解決してほしいかな。陛下、お願いします。金ならあります。貯金していた 1G をお渡しします。よかろう、金はいらん、助けを送る。いやー、これ難しいですね。いやー、でもマジでうちの将軍一人しかいないし、ちょっと難しいと思う。申し訳ないが自分で探したまえ。お前の息子はどこにいたっておかしくない。それに王国の金と兵士を使っても見つけるかはわからない。そうですか、そう言うと思ってました。でも私は諦めません。必ず息子を探し出します。すまない。次、エットン公。私の名はエットン、ブランカの騎士です、陛下。率直に言います、私の娘がさらわれました。奴らは身の代金 12G を要求してきました。ただ私は娘がどこに囚われているか知っています。計画は立ててあります。将軍を貸していただければ娘を取り返せます。そうでなければ
身の代金を払うしかありません。どちらにしろ陛下の助けが必要です。ここでも将軍を送ろう。これを受け取れ。すまないが何もできない。マジか。いやでもこの人は騎士って言ってましたもんね。軍隊に影響するかもしれないから、この人のことはどちらかの方法で助けた方がいいんじゃないかな。 12G は相当でかいですよ。将軍無事に帰ってくんのかな。これ送って、これも2週間いなくなるんだ。厳しい。しかもさっきの農民の息子は見捨てておいて、こいつの娘は助けるのかっていう、そういう矛盾を痛いところをついてくる感じね、これ。いやーでも騎士とは関係を良くしておきたい。いや、これは全て国を守るためだからね。気持ちとしては両方助けたいですよ、そりゃ。でも資源も限られてるし、しょうがないんだよいやーちょっと金は痛いから、この人には恩を売っておくか。将軍を送ろう。身の代金を払ってもそいつらはまた戻ってくるはずだ。これが最善だろう。そうですね。将軍を送っていただいた後、彼には作戦を伝えておきます。ありがとうございます陛下。よし、絶対に成功させるぞ。うむー、成功するといいけど。ピエトロ、陛下助けてください。誰かが私を殺そうと企んでいます。何事だ。多分誰かに後をつけられている気がします。私を殺す気です。誰かとは。わからないんです。私は何もしていません。もう行かなければ。何だったの。ちょっと何だったのかわからないっすね。怪物が村を襲った。将軍を送り込み調査させた。怪物はラドビアから来た蛮族だった。ラドビアと関わってよかったことがない。さらなる調査の結果が明らかになるまでラドビアの蛮族は投獄された。やっぱり報告してた方が多分良かったんじゃないかな。身の代金。エットン公は深刻な事態を伝えに訪れた。彼の娘が蛮族にさらわれたらしい。こいつかな、ラドビアかな。エットン公の娘を助けるために将軍を送り込んだ。不安な殿方。殿方が城を訪れた。命を狙われているらしいが、あまり話さずすぐに帰ってしまった。心配ですね。女税人。牢獄に入っていた農民が危うく崩れた壁の下敷きになるところだった。神に守られたのか。王はまだその農民を牢獄から出さないことにした。出さないよ、あれはあれはね、いなくなった息子。父親が息子を探す手助けを求めに来た。助けないことにした。いや、気持ちとしては助けたかったのはそうだけど、全ての要求を受け入れることはできないから。よし、じゃあ今日は娘ちゃんと話したいんだよね。まずはまた牢獄で何か、あ、そっか、投獄したんだ。一緒に入ってるラドビア兵。王が牢獄を訪れるとは光栄だぜ。お遊びは終わりだ。知っていることを話せ。何をしに来た。まあそれもいい暇つぶしになるか。いいぜ。まずはベイランという男だが、彼はみんながついてくると信じてやがる。ある約束について話した。7人の王のうち1人が娘をくれると。王族になれると勘違いしているようだ。おかしくなってしまったのか、彼自身なのか、彼についていこうと思ったものなのかわからない。どういうこと。もう少しここにいてもらう。役に立つかもしれんからな。俺のことは気にしなきゃいい。新しく友達ができたからな。陛下かわいそう。これが怪物。ラドビアの蛮族はなぜ
ラドビアの兵がデイバーンに現れたか話した。まだ情報を聞き出せるかもしれない。王が娘を差し出すとかなんとか言ってましたね。寝室。ああ、王妃だ。オーレリア。エリク？今週、他国の蛮族が来た。ラドビア人がデイバーンに来た。そのうちの一人が城へ連行された。ラドビア人？そんな、ありえない。もしかしてあなたの、私たちの約束のこと？約束ってなんだ？そうだ。蛮族は牢獄にいる。なぜ来たのかを聞いた。まさかそんな、エリク。ああ、彼自身が言ったんだ。間違いないだろう。13年前、私たちはこれから生まれゆく命を族に渡す約束をした。え、そうなの？あ、じゃあ娘をもらいに来たってこと？ベイランだったか？名前なんてどうでもいいでしょ？13年の時を経て、ラドビア人が私たちの城に現れた。信じられないな。そうね。ロスリアはもうじき大人になるわ。彼女の婿を探さないといけない。でも、悪党のベイランは、私に約束を果たさせるために現れる。え？どうしてしまったんだ私たちは。魔女はどうだ？今度は何だ？どうしてしまったんだ私たちは。私たちはどうして娘をラドビア人に渡す約束なんてしてしまったんだ。喉元にナイフを突きつけられた状態では他に選択の余地はなかったと思うわ。そんなことがあったんだ。私たちの娘がラドビアの族と結婚するって思うと、絶対に阻止したいわ、エリク。心配するな。私たちで必ず解決してみせるさ。マジ？魔女はどうだ？呪いについて覚えているか？そのことについては何も考えたくないわ。ただ今は呪いなどでっち上げだと願い、奴らがどう動くか見守りましょう。呪いって何のこと？教えてよ。今度は何だ？私たちはどうすればいいんだ？もしベイランが私たちの娘と結婚するために現れたとして、皆が約束について信じないといいのだけど。ただ私たちは何も知らないふりをしていればいいのだろう。彼が軍を率いて攻めに来るまでは、ですけど。バカを言うな。どうやったら平民が軍隊を兵戦できるんだ。我々でも無理だぞ。どうやってラドビア人がデイバーンまで来たと思うの？それが可能なら何でもあり得ると思うわ。蛮族は牢獄に送ったの？もうやったと言ったはずだぞ、オーレリア。ああ、そうね。ごめんなさい、エリク。ただ今は考えなくてはいけないことがたくさんで。娘を奪いにやってくるのか、蛮族が。調子はどうだ？分からなくなってきたわ。想像できないわ。王子や殿方ならまだしも、蛮族と結婚？そんなことをさせてはいけないわ。大丈夫だ。彼女は必ず守る。守るったって、エリク。私、怖いわ。大丈夫だ。どうにかしてみせるさ。わかりました。ここで待っています。どうにかするっつったってどうすりゃいいんだ、ベッド。睡眠を取りたいのだが、今はやることがたくさんある。化粧台。オーレリアの化粧台。ここで彼女は一日の準備をする。暖炉。この暖炉は灰まみれだが、夜を過ごすには十分心地よい場所だ。山の絵。グレーマウンテンか。実物より小さく見えるな。コウノトリの絵。ここデイバーンではたくさんのコウノトリが生息している。彼らはとても優雅な鳥だ。鏡。疲れてるな。それか、老けただけか。娘ちゃん。マジか。庭。アサリア。はい、お父様。町で結婚式が開かれたのだが、どうやら城壁の外の結婚式は盛り上がったようだな。悪くなかったよ。父さんがうるさくなかったらもっといいけど。なぜ知っている？まず私に聞いてほしかった。
ロスリアからすべて聞いた。ロスリアが告げ口してきたってことは言わない方がいいんじゃないかな。なぜ知っている？どうやら王族が会場にいたようではないか。いや、そんなわけないじゃん。みんなから聞いただけだよ。結婚式のことは知っている。ロスリアからすべて聞いた。ロスリアのこと言っちゃったよ。そもそもなんで知ってるんだろう。ああ、セダニ。セダニ。お前のことが心配なんだ。いろいろ考えることが多いんだ。少しのんきすぎるんじゃないか、アサリア。お前のことが心配なんだっていうのはね、娘からすると、うっせえよってなるよね。うん、いろいろ考えることが多いんだはちょっとどういう感じかわかんないな。いやー、でもどれも迷うな。少しのんきすぎるんじゃないか、アサリア。夜にこっそり抜け出し、姉妹の悪口まで。次は何をしでかす。さあね、殺人とか。ふざけている場合ではないぞ。外がどれだけ危険か分かっているのか。村に姫が一人でいることが知られたらどうなったと思う。酔っ払いやチンピラ、奴らに知られたら。何も起こらなかったよ。ちゃんと変装してたの。バカじゃないんだから。ただちょっと楽しみたかったの。ちゃんと気をつけてたし。ロスリアから酔っ払っていたと聞いたぞ。そんなことない。ちゃんと気をつけたって言ったでしょ、何回も。ああ、ロスリア。13歳になった瞬間にどっかの太った王子と結婚させられると思ってるみたいだけど、告げ口ばっかするならその方がいいかも。最近機嫌が悪いのはそれが原因か。ああ、結婚できる年になったから不安なのか。そうじゃない、ムカつくやつなのには変わりないけど。だからといって姉妹の悪口を言っていいわけではない。しばらくの間城にいろ。市場に行くことを禁止する。遊ぶことを禁止する。乗馬を禁止する。乗馬好きなのかな。まあ、市場に行くことを禁止するよね。城の中で何をすればいいの。ああ、ロスリアのバカ、ムカつく。悪口はやめなさい。ロスリアに話さなければ。またこのまま話しに行けるのかな。あ、城壁にいるみたいですね。娘の不安な気持ちをちゃんと聞いて、どうにかしてあげるのは難しいけど、ちゃんと話し合わないとね、ロスリア。誰かと思ったらお父様ですか。アサリアから聞いたぞ。アサリアから最近元気がないようだと聞いた。私もお母さんもなんとなく理由は分かっている。もっと早く気づいてやれずすまなかった。理由？それは何でしょうか。見ず知らずの人と結婚させるようなことはしない。お前はもう大人の女性だ。いつかは結婚しなければならない。いや、見ず知らずの人と結婚させるようなことはしないってここで言っちゃってさ、もし蛮族と結婚ってそれが本当になっちゃったら最悪だよね。大人の女性だ。いつかは結婚しなければならない。どっちかだけど、現実、どっちかな。お前はもう大人の女性だって言っておきながらかくれんぼを誘ってたっていう。そういうことにもなるな。お前はもう大人の女性だ。そのうち殿方や騎士が君に結婚を申し込んでくるだろう。いずれは選ばねばならない。だが急ぐ必要はない。心の準備ができていないなら無理やりとは言わない。どうでしょう。以上だ。また後で様子を見に来る。これで落ち着いてくれるといいけど、まあこの言葉だけじゃ落ち着かないよな。ラドビアの牙。ベイバーンの城にラドビアの男が現れた時、
エリクはその男が13年前の約束を果たすために来たのだと察した。エリクの不安はオーレリアも同様に感じていた。ラドビアから来た族のベイランはロスリアの後を追っていた。娘はやれないよね。でもそのために戦争とかになっちゃうんだとしたら、国を守るためには娘を差し出すということも必要になるんだろうか。はい、今回はこんなとこ。銀行に支払いをして、市場の収入と税金、スタン将軍にも給料を払ったと。税金で食料は増えた。そうだね。はい、では今回はここで区切りたいと思います。いやー、万族に娘を渡すという約束をしてしまっていた。で、万族が国に入ってきた。渡さなかったら戦争になるかもしれない。だいぶやばい状況になってますね。娘を渡さないためには、あの万族と戦って勝たないといけないんですよね。でも娘を守るために、農民たち、平民たちから兵をね、徴兵して戦わせる。多くの人が死ぬかもしれないのにって考えると、なんか国のためには姫を差し出すしかないのではっていう気がしちゃいますけど、いや、だいぶ過酷な選択が待っていそうですね。次回も引き続き遊んでいきたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。